まず1曲目なんですが、これはあの高校生の頃の思いを歌った歌で、あと2曲目は、1曲目は今でも陽水という歌です。聞いては始めのに特に影響を受けた井の陽水のことを思いながら、浮かべながら高校生の頃の思いを歌ったんですが、あと2曲目があのメッセージといいまして、この復興の思いが込められている歌です。でこの歌の中に、あいつという言葉が出てきますが、これはあの忌まわしい放射能のことです。ではよろしくお願いします。あれは泣いてたのに、失礼。